今から、重ね煮を作りたいと思います。ではですね、材料は椎茸ですね。はい、これは原木の椎茸ですね。はい、椎茸で人参で玉ねぎですね。これはしいたま人参といってしいたけ、玉ねぎ、人参の3種類を、お鍋に層になるように重ねて、火を入れていく重ね煮というものを作りたいと思います。しいたけというのがこんな感じで軸がありますね。この石突きのところは硬くて食べれないので、このように切り離して軸のところと傘のところと、まあ、3箇所に分けますね。でこの軸のところは食べれないので、ここは、斜めに切っていきますね。でこの傘のところは、このように、まあ、千切りをしてください。はい、お鍋の下にですね、このように満遍なく、塩を一振りしておきます。でそこに一番下に入れる椎茸を入れていきます。このようにお鍋の一面に層になるように椎茸を敷き込みました。はい、玉ねぎはですね、このようにまず半分に、まあ、こういう状態から半分に切って、でそれをこのように放射状に切っています。でそうするとこういうふうに、上から下までこう全部入る、こういった切り方を回し切りと言いますね。この下と上が両方入っている状態のものを作れるのが回し切りですね。これが重要な切り方になります。はい、次に玉ねぎをこのように層に2層目にしました。次に人参はですね、このように一旦斜めの輪切りにしますね。でその後このように千切りにしていきます。最後の人参をこのように3層目に入れます。で最終的にこのようにお塩を振っていきます。はい、はい、蓋をしました。そして火をかけていきますね。それだけ弱火で、はい、弱火で火にかけていきます。このようにすごく傘が減っているのが分かるでしょうか。はい、このように、傘が減っているのが分かるでしょうか。お鍋のね、上ギリギリぐらいまであったものがもうこんなに傘が低くなってますね。そして音が聞こえますでしょうか。水分が出て、音がねしていますね。はい、このように傘が小さくなってきてですね。で例えばこの上の人参とかがまだ硬いですね。人参が一番硬いので、まあ、これが火が通っていれば出来上がりになります。はい、ではもう一度ちょっと硬さを見てみましょう。はい、はい、人参が柔らかくなってまいりましたので、これで出来上がりです。あとはこれを、粗熱を取った後冷蔵庫でタッパに入れて冷やしておきますと1週間ぐらいは日持ちをしますので、小分けにして味噌汁の具にしたり何か炒め物にしたり使いますので、ぜひ試してみてください。